森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。こんにちは、アシスタントの藤原です。質問が届いています。20代無職男性からの質問です。発達障害でニート、引きこもりの人が社会復帰するには人間関係が少なかったり、人間関係がない仕事を探した方がいいですか、という質問です。先生、お願いいたします。はい、こちらの質問なんですけれども、まず結論から言いますと、はい、自分が本当にやりたい仕事を探した方がいいと。はい、はい、で、もう僕のもうその実際の経験則でのお話をさせていただくと、はい、基本的に、人間関係が少なかったりとか人間関係がない仕事っていうのを探せば、確かにあるのはありますけど、はい、問題はその仕事を選んだとして自分がそれなりの結果を出せるのかっていうところも結構問題になってくるわけですよ。はい、そうですよね。はい、なので、出だしはなんかそういうふうな考え方というよりは、僕が実際やったこととしては、もともと大手のパソコン教室で働いてて、はい、働いたんですけど、で、そこからで別のところでソフトウェア開発の会社のところで新規事業ということでパソコン教室を改めて立ち上げてやってたんですね。あ、はい、そうですね。やってました。で、基本的にそのパソコン教室とかに関しても、要は人間関係絡みの仕事じゃないですか。はい、はい、人と人との、ね、はい、コミュニケーションで、一応基本的にそういった仕事とかもやってて、確かに普通の、要は俗に言うその定型発達の方とかに比べたら、はい、なかなかその人間関係に関しては難しい部分もあるかと思うんですけど、はい、ただ一応人間関係が少ない、少なかったりとかっていう仕事でなくても、別に実際やってみたら、それでも全然僕だったら2019年から独立して、はい、人間関係絡みの仕事とかも、IT のコンサルとかもやってるんで、はい、もうバリバリ人と喋るわけですよ。はい、そうですよね、はい、人とバリバリ喋りますんで、だから全然そのバリバリ喋ってますけど、でも全然確かにね、どうしても会わない人とかになってくるとやっぱりやめていったりとかもしますけどね、はい、そこに関しては難しい部分もあるんですけど、ただそれも勉強ですし、そうですね、はい、で基本的にそのパソコンインストラクターの仕事をもともとやってて、そこからでパソコンサポートの仕事をやったりとか、はい、でパソコンインストラクターもそうですけど、生徒さんがわからんことを聞いて、で、はい、やっぱ解説とかを入れると、はい、でパソコンサポートもそうですけど、パソコントラブルとかの場合はパソコンの症状をまず聞かないといけないんですけど、はい、そこのヒアリングもちゃんとできないとやっぱり仕事にならないですし、そうですね、もちろんですよね。で、はい、今僕ホームページの作成の仕事もしてるんですけど、はい、ホームページ作成の仕事もお客さんヒアリングしてお客さんの求めてる形で作って納品しないといけないですし、はい、で ExcelVB のプログラミングでシステムの開発もしてますけど、はい、
まあ、お客さんからヒアリングしてやりたいことを聞いて、それをシステムとして形にしないといけないわけですよ。はい、そうですよね。はい、でつまりですね、何が言いたいかというと、その要はもうそもそもその人間関係が少なかったりとか、人間関係がない仕事っていうのをで探しても多分ないんじゃないかなっていう。そうですね。必ずどこかにやはりね、人がいますから、あのどうしてもね、その要はね、まあそのバイナリーオプションとか、その投資系とかだったらね、はい、株の投資とか、はい、であれば別にまあ人と関わるってことはまあそんなにないかもしれないですけど、はい、ただね、そういったまあバイナリーオプションとか、その株とかの仕事とかもやっぱり結構センスとかいるじゃないですか。はいはい、そうですよ ね。で その仕事がもしその今引きこもりの人が、はい、実際にまあやって、それで、はい、まあ要はうまくいくかどうかってなった時に、うまくいくかもしれないですけど、うまくいかないかもしれないじゃないですか。そうですね、はい、でそう考えた時に、まあ、うまくいかなかったとして、まあ、別の仕事ってなったら、やっぱり人間関係が大なり小なり絡む仕事っていうのも出てくるはずなんですよね。はいはい、ごもっともです。はいはい、でまあ一応なので、でまあ僕も正味最初その発達、まあその30代の大人の発達障害って分かった時には、まあ人間関係があまりないような仕事の方がいいのかな、はい、まあ、自分にはもうその道しかないのかなっていうのも一瞬頭によぎりはしましたけど、はい、ただですね、正直そのコミュニケーションに関してはある程度訓練すれば、訓練すれば、まあ、完全に、まあ、他人の感情をイメージするとかっていうのは難しいですけど、はい、ただある程度汲み取るぐらい、汲み取ったりとか、仕事上で本当に問題とかトラブルにならないぐらいとか、ちゃんと本当に仕事になってみたいなところまで訓練したら、コミュニケーションに関しても能力に関しても上げることは可能なんで。はあ、なるほど、そうなんですね。そう、はい、で努力が、まあ、もちろん努力はありますけど。もちろん努力が、はい。もちろん努力はありますけど。はい、で、ってなった時に、まあ、結論でお伝えしてたように、要は、ってなった時にも、なんか人間関係が取ったらっていうよりも、自分が本当にやりたいことっていうのは何なのかっていう。そうですよね。うんうん、で特に発達障害はそっちの方が大事ですね。そうですよね、はい、今振り返、僕もその発達、大人の発達障害って分かった時にお先真っ暗みたいな状態になりましたよ。はい、どうしようかなと思いました。そうですよね、はい、でまあやっぱりその辺とか待って、会社の上司ともうまくいかなかったりとか、ああ、いろいろ先生も苦労されたんですね。そういう世界に、会社の同僚ともうまくいかなかったりとか、はい、でどうしようかなと思った時に、でやっぱり発達障害っていうのもあって、でまあその会社の組織でやるのが、まあ、そもそも難しいなと思ったんですね、その時に。あ、やっぱりまあ、はい、僕は 4,5 回転職してるんですけど、はい、まあ、その 4,5 回転職してるのが大体人間関係とかのトラブルで辞めてるんですよね。ああ、そうなんですね。結局途中までないですけどね、途中までですけど、だんだん人間関係が悪化していったりとか、なんかいろいろあって、で結局まあ辞めるっていう形になってるんですね。はい、で正味、発達障害でもなんか働ける環境みたいな職場っていうのを、まあ、一瞬あるのかなっていうので探そうかなと思ったんですけど、さすがにね、会社がいっぱいある中でその一社を見つけるってのはかなり難しいわけですよ。そうですよね、はい、そんな何回もしてるうちに本当に定年まで行ってる可能性があるんで。はい、で僕はもうそれで独立の道を選んだんですけど、はい、もう就職っていう考え方を捨てたんですよね、そこから切り替えたんですね、先生が、はい、就職とか転職っていうのを切り替え、もうないと、はい、まあ別にないこともない、探してあるかもしれないですけど、まあ、自分が生きてる間に見つかるかどうか怪しいと、はい、でそれを仕事で探してる時間がもうもったいないんで、はい、だったらやりたいことをしようと思ったんですよね。なるほど、うん、最後に自分が死ぬ時に悔いが残る、何で悔いが残るかと考えた時に、やっぱり自分のやりたいこともやらずに死んでいくことだなと思ったんですよ。そうですね、はいはい、で、まあ、それで吹っ切れて、まあ、もうすぐ会社辞めて独立したんですけど、はい、で、まあ、その時にやっぱり考えて、まあ、進めていたこととしては、やっぱりその自分のやりたいこと、好きなこと、
はい、パソコン教室とかも好きだったんで、はい、あのパソコン教室とかもやってたんですけど、はい、あの、まあ、パソコン教室、まあ、出だしはパソコン教室やってましたけど、まあ、今は IT コンサルっていう感じでやってはいますけど、はい、まあ、個別相談で本当に困ってるところに関してピンポイントにレクチャーするみたいな感じでやってはいますけど、はいはい、まあ、そういう、まあ、人にレクチャーするっていうのも結構好きだったんで、はい、でその自分でがレクチャーしたことで、あの生徒さんが結果を出してくれたら嬉しいなっていう、単純に嬉しいなっていう。で、まあ、結構その育成とかっていうのが好きだったんで。あ、はい。で、まあ、その育成が好きで、まあ、あの、もともと育成ゲームでポケモン GO とかにハマってやってるんですけど。あ、はいはい。まあ、そういうので、まあ、そういうところからで育成っていうので、パソコン教室とかの仕事をやってたりとか。はい。で、もともとあの、パソコンサポートに関してはもともと興味がありまして。あ、そうなんですね。そうなんですよ。でもパソコンで、どうしてもね、そのパソコン教室でやってると、やっぱりパソコントラブルとかもあって相談も来るんですよね。はい。で、その時になんか、え、う、あとか言ってもあれなんで、やっぱり対応できないね。対応できないとやっぱ話にならないので、で、そっからパソコンサポートの勉強を始めたんですよ。もともと僕パソコンとか IT が好きだったんで。はい。で、あの、で、それでまあ研究して、まあ要は IT 関係の仕事をまあずっとまあやってきたんですけどね。はい、で死ぬまで IT 関係の仕事をしたいと思って IT 関係の仕事を選んだんですよ。はい。で、あの、それで次に、まあ、あのホームページの作成も興味があったので、ホームページの作成もやったりとか。はい。はい。で、まあ、あの、仕事から、まあ、前の会社の上司から言われて、プログラミングやってくれて頼まれて、はい、発達障害行ったら向いてるやろっていう話で、で、それで、まあ、プログラミングの仕事、まあ、3年ぐらいかかって何とか習得したんですけど、すごいですね。あの、どうしてもね、やっぱりね、あの、ホームページとか作ってたらプログラミング絡んでくるんですよ、どうしても。そうなんですね。そうなんですよ、ね、はい、HTML とか CSS とか PHP とか、はいはいはい、プログラミング絡みとか、まあ、ホームページのトラブルとかなってくると、やっぱりプログラミング分かってないと話にならないんで。そうですね、はい、はい、で、まあ、パソコントラブルもそうですけど、プログラミング分かってないとちょっとね、いろんな切り口で考えたりとかできないので、それで、まあ、プログラミングの勉強を初めて習得したと。もともと興味もあったっていうのもあるんですけどね、はい、あの、はい、IT 関係でより極めるためにプログラミングではどうしても必要だったんで習得したっていう感じなんですけど、はい、で今振り返ってみると、僕は基本的に自分でやりたいこと、好きなことだけをやってきて今に至りまして、はい、で本当にあの自分の好きなことだけで、あの、まあ、あの飯が食えてる状態。素晴らしいですね、それは。でもう独立して1ヶ月目で、前の会社の、給料を超えました、はい、おーすごい。超えました。で、まあ、ずっと今も売上の方はずっと上がってる状態になってます。はいはい。で、まあ、今振り返った時に、本当に良かったなと思ったのは、まあ、正味の話で言うと、まあ、確かにその前の会社の上司とかに、あの、人間関係系の仕事、まあ、特にまあパソコンインストラクターに関しては向いてないとはっきり言われたんですけど、はい、ただ僕はその向いてないっていう意見に関しては無視してしました、はっきり言って。あ、はい、あの、もう人がどうこう言うとか、その周りがどうこう言うとかじゃなくて、自分はどうしたいんだと、はい、自分の意思を貫いたと。そうですね、自分は結局何がしたいのかって考えても、やっぱり僕はパソコンとかの、まあ、その要はインストラクター、まあ、とか人にレクチャーするっていう仕事をやりたいと。はい、まあ、発達障害という、まあ、あの、ね、あの、まあ、あの、ハンディというか、まあ、そんなあったとしても、はい。あったとしても、僕は人間関係に関わる仕事をやりたいと。はい。っていうので、それでやってたら、あの、まあ、ある時限界を超えて、はい。で、まあ、今とかであれば、本当に、あの、本丸ラジオっていう、はい、ラジオ番組のメインパーソナリティの仕事をいただいたりとか。はい、はい、そうですよね。そういう仕事に関してもやっぱり人間関係絡むと。はい。で、まあ、やっぱり今振り返ってみたら、やっぱりね、あの、その周りがどったらとか、まあ、発達障害ってやっぱり人間関係少なかったりとか、ない仕事の方がいいのかなって考えてしまうかもしれないですけど、はい。まあ、ここで言いたいのはそんなことはないと。はい。あの、訓練次第で本当に人間関係に関わる仕事に関しても全然発達障害でもできます。はい、努力次第ですけど、本人の、はい、努力次第とのことです。努力次第ですけど、なんで、まあ、あの、はい、ここであの、まあ、今回のご質問をいただいている方に特に、まあ、お伝えしておきたいこととしては、
はい、自分が本当にやりたいこと、まあ、自分の好きな仕事、まあ、その自分がもう好きでもうたまらなくて、もうその要は発達障害とかだったら過集中っていう症状がありまして、はい、まあ、基本的にその、没頭できるんですよ、自分のやりたいことだったら。はい、はい、集中するんですね。集中して、はい、で、まあ、寝食も忘れるぐらいに集中して、もう一日中やることができるわけですよ。はい、で僕はその発達障害 の、 そのまあ仕事で考えたときに、その没頭できる、はい、要はフロー状態とかってまあよく言いますけど、はい、もう本当にだからもう時間も忘れるぐらいに取り組んでて、気がついたら夜だったとか。それぐらい、そうなんですよ、それぐらい没頭できるものっていうのをまず見つけた方がいいですね。はい、まだでもそれを探すのも大変ですかね。大変ですね、実際に僕もだから IT 関係の、最初はうっすらと IT 関係の仕事をしたいしかなかったんですよ。はい、で IT 関係の仕事って言ってもいろいろありますんで。はい、そうですね。で、まあ、それがいろいろあるのか、例えばパソコン教室とかいろいろある中で、どれが向いてるのかも含めて、でいろいろやってみたわけですよ。はい、やってみたら見えてきますから、嫌でも。そうですね。で、やってみて、もし続かなければ、発達障害の場合だったら分かりやすいんで、その辺は。はい。あ、これはもういいやとかってなると思うんで。はい。そこで判断いただいて、自分が本当に好きなこと、やりたい仕事っていうのを見つけて、はい。で、まあ、それで、それ、その没頭できるものが見つかれば、あとはその仕事をどうやってやっていくか。はい。まあ、それが就職なのか、転職なのか。まあ、企業とか、まあ、今回の場合でしたら、まあ、ニート引きこもりの状態で、しかもに、20代の男性で、はい、まあ、無職っていうことなんで、はい、まあ、だからブランクがどれくらいあるかによりますけど、まあ、その半年とかね、まあ、1年とかってなってくるとなかなか就職難しいと思うんで。そうですね、はい、そうなってくるとやっぱり企業、うん、っていうのも一つの手かなと思うんですよね。そうですね、はい、そこに関してはとにかくね、もがかないとダメですからね。まあ、発達障害に関しては本当にね、まあ、一つを最後にお伝えしたいこととしては、まあ、はい、ワーカホリックかニートしかないですよ、発達障害って。はい。なんで、まあ、ニートの人生を歩みたいのであればニートになったらいいですけど、それが嫌であれば、やはりワーカホリックの道を選ぶべきなんで。はい。ニートだと未来がないですからね。そうですよね。未来がないです。ワーカホリックだったら可能性ありますからね。はい、で僕はワーカーホリックの道を選んだんですけど、はい、だからもう朝から晩まで一日中寝ても覚めても働いている状態なんですけど、まあ、自分の好きなことなんでやり続けてますね。すごいですね、はい、好きで好きでたまらないですよ。で周りの本当に IT 関係に関しては極めたいと思ってまして、誰よりも上手くなりたいと思ってるだけなんですけど。はい、いい、それが大事なんですよ、それが大事なんですよ。でそれが大事なんですけど、はい、で、まあ、回答の方は以上になるんですけど、なんか気になることとか質問とかあります？他に。先生、はい、人間関係でこう先ほど何かトレーニングするっていうふうにおっしゃってたんですけれども、はい、例えば具体的にどんなトレーニングがあるんですか？例えばですけど、はい、僕が実際にやってたことですよ。はい、基本的に発達障害っていうのはその他人の感情をイメージするとかっていうのが苦手なんですよ。はい、なんで、はい、そのまあ空気を読むって言うとあれですけど、はい、で、まあ、出だし、まあ、要は全然使ってないんでなまってる状態なんで、それを鍛えていかないといけないので、はい、で、まあ、具体的にじゃあ何をやったらいいかってなった時に、はい、おすすめはまずね、全く何もやってない状態であれば、例えばツイッターとかで、はい、まあ、例えば食事をしたって、まあ、食事をしたとか、まあ、その何か何でもいいですけど、何かやった後にその感想をなるだけ具体的に、情景も自分がその時どう感じたのかも情景も浮かべながら書いてみたりとか。ああ、はいはい、ツイッターだったら大体140文字以内なんで、はい、で出だしそれで慣れてきたら、はい、ブログとかを書くといいですね。日々の活動とかでもいいので、なんか始めたことに対して、はいはい、何かしら始めたことに対して、まあ、何でもいいですけどね、はい、始めたことに対してブログでそのできる限り情景とかも分かるように、はい、相手に読んでもらう人に伝わるように、
ってことですね。そうですね、まあ、小説風って言ったらですけど、はい、あのその時の情景とか感情とかをなるだけ具体的に書くと、はい、そこが弱いんで、もともと。ああ、なるほどなるほど。あ、だからコミュニケーションがそうなんですね。そこがまずそれで、あの出だし、いきなりねコミュニケーションの訓練からしても多分難しいと思うんで、出だしはちょっとコミュニケーションの訓練いきなりやりだしても、要はあの相手が結構ベラベラ喋って自分が聞いててってなったら結構なかなかついていけないとかってなるかもしれないんで。そうですね、はい、なるほど。私の中ではつながってしまいました、すみません。で、はい、それをやってからコミュニケーションの訓練って感じですね。はいはいはい、まあ、あの基本的にあの、まあ、あのポイントとしては前提の違いっていうのがあるんで、はい、あの会話には常々前提の違いっていうのがあって、相手の前提と自分の前提は基本的に違うっていうのを意識しながら喋るようにするわけです。はいはい、例えばあの、まあね、あのリンゴとかに関しても、はい、単にリンゴで、あのリンゴ買ってきてって頼まれた時に、はい、あのリンゴに関しては赤かもしれないし青かもしれないわけじゃないですか。はい、そうですね、はい、で、あのそこで要は自分なりにあの毎回その要は意識しながら、あ、このこれ赤いリンゴか青いリンゴかとかに関しても意識して、自然と質問で、それは赤いリンゴですよねとかっていうふうに確認を入れると。はい、だからあのイメージとしてはあの漫才とかでいうとこのツッコミですね。はい、はい、それって赤ですよねとか、ありがとう、なんか そういう感じで、それは青やないかみたいなね。そうですね、だからあの常にだからあの喋ってる時にもう一人の自分がいて、はい、そこであの認識のズレがないか突っ込んでるような感じなんですけど、はい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 、はい、で意識的に、うん、あのそういうところを意識しながら、はい、あとはできる限り相手の表情とかも見るようにして、うん、そうですね、今イライラしてんのかとかっていうのをもう考えながら、はい、で出だしでもしわからんときは聞いた方がいいですね。そうですね、それが一番ですね。一番あのわからんときっていうのはあのなんかちょっとなんかピクってなんかね動いたときに、あのちょっとあのイラッとされましたとか、ね、でもなかなか聞きにくいんですよね、それがね。ね、なかなか聞きにくいですけど、でもね、そんなん言い出したらいつまでだってもコミュニケーション取れないんで。そうですね、はい、そこは本当にもうそういうところも含めて、まあまあだからね、そのね、今日のお話としては要は人間関係がない仕事っていうのがそもそも難しいので、コミュニケーション能力をできる限り訓練して、はい、人間関係がのある仕事でもできるようにして、まあ、自分のやりたい仕事を見つけるという感じですね。はい、はい、回答は以上になります。はい、今日は20代無職男性発達障害でニート引きこもりの人が社会復帰をするには人間関係がない仕事を探した方がいいかという質問にお答えしていただきました。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。はい、ここで番組からお知らせがございます。2021年7月から、本丸ラジライブの、メインパーソナリティに、なりまして、また、2月も、公開収録の、日程が決まりました。まず、2月10日になるんですけども、ゲストは、スポーツコミュニケーションアドバイザー夢実現サポートコーチの村井大輔さんです。日程の方が、2月10日木曜日、13時45分から15時40分、13時45分から受付で、14時から、公開収録します。でその後に、村井さんがコーチングセミナーを開催いたします。見学費用は、2000円、お一人2000円となります。興味のある方は、ぜひ、お越しいただければと思います。そして、なんと2月22日、火曜日、こちらも13時45分から受付で、14時から、公開収録で、なんとゲストがですね、第42代東洋太平洋フェザー級チャンピオンの、大沢博重選手です。
ちらも、見学費用はお一人2000円、テーマは発達障害 ×IT× ボクシング×介護のテーマでお話ししていきます。で、30分の公開収録の後に、減量できるダイエットセミナーを開催いたします。ご質問などあれば、よしの IT クラブから、検索いただき、お問い合わせフォームより気軽に、ご質問ください。当日お待ちしております。番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.